そうよ。Thank you.
これから参りましたフレフレタクラと申します。シェルタロック6周年おめでとうございます。ありがとう。なんか後ろでトラブってるようなので、MC のですかね力が発揮できるかどうか、そうですね、いきなり1曲目、パープルヘイズ、かかりましたよね。我々もうずっとカバー、地味編をやってまして、まあ、かぶるのしょうがないですよね。オリジナルやってないですから、今日もかぶってないですし、かぶってないですし地味編です、パープルヘイズ、ポップシレイで聴いていただきまして、次もちょっと早い曲聴いていただきます、ファイヤI'm not afraid to die.
ほら何回かシェルター出させていただいてるんですが、今日は初代メンバーというんですかね、いつもは親父バンドでですね、タコタコタコみたいな感じラーいう感じで、初代メンバーですね、輝いてます。20代ですからまだギターがもうくっつきたくてしょうがないんですね。ファイヤーは絶対行くで言うて、わかる。もう今回だけドローで行くんですけど、ね、今回だけね。じゃあ続いてちょっとゆっくりめの曲を平気長
回やらせてもらうたびにですね、もう地味編の同じ曲何回も何回も何回もやってますんでね、今日は調子ええよね。まあまあ、ね、ええ方じゃね、まあ、あのなんでか言ったら、この子がこの前グズグズだったんですよ。ビデオもグズグズで反省会したんですけどね、ずっと、はい、ずっとそんなこと言わんでもええのに ね、次も頑張りましょう、ストーンフリーで。でもね、オリジナルのね、曲やっぱりパワーがありますよ。カバーやりよったらまあかぶったりね、いろんなことがアクシデントありますけど、かぶってないんだけどかぶったりね、うるせえわ。はい、とかなんとか言いながらちょっと、ゆっくりめの一番綺麗な曲をいってみましょうかね。今日は頑張ってよ。今日は今日リトルウィング聴いてください。リトルウィング
最後の曲になるんですけど、え今日はあの、まあ、6周年シェフと佐藤さんをスペシャルゲストに12編も結構あのいろんなカバーやってましてですね、先ほどもあのノックオンゾーンのヘブンズドア、ボブ・ディランの曲がありました、我々のラストも見張り島からずっとオール・アンド・ボチ・タワーという曲をやりたいと思います。いつもね、佐藤さんが俺はそっち行こうかと日本刀からずっと一緒にやりたいっておっしゃってましたよね、この2年うちの店でね、ずっとね定期的にやってもらってありがとうございます。本当それよりも今日の出てくれたあのタクちゃん、それから囲いバンド、それからレオ、ありがとうございます。本当この後ね博多から俺のもう二十何年付き合ってる中岡蔵がやるんやけど、っていうよりもいいねタコラ、もうレギュラーでやれるんです。今日だけ、はい、そうです。俺さっき今カウンターで思ったんやけど、ネオのキーボードのお姉ちゃんと、お姉ちゃんと囲いのドラムと彼女と俺とでやりたい。どうも、それわかります。そうでいいね、いいね、ドリームバンドですよね。自分だけだと思う。リハをちょっと今日夕方パッとやったんやけど、全然俺があのディラン風に歌うわけやから、こっちの唇にもあれでキーも違って、2つぐらい高いんだよね。でもそれでやるけど、俺は言わずと知れたあの卓道的な日本語で歌います。ではね、一番あというか情報、8月1日木曜日なんだけど、あの例のコスプレロックンローラーギタリスト、日本での直訳ロックの王様がうちでやるんやけど、あのオープニングアクトでタクラ出ます。よろしく。8月1日81、彼女もその時まではいや、うるさいよ。じゃあごめんね、俺全然うまくいかないと思うけど、ザ・ロング・オチ・アロング・オチ・タワー。
中野かっとみかつおです。最後のステージ見て帰ってください。今日出演者それからみんな来てくれたお客さん本当にありがとう。かつおのステージを見てやってください。今日 CD 発売みたいなんでよろしくお願いします。それからもう一つ明日ね、明日はファイナルでここで広島の濃いベテランのミュージシャン、あのスタックスとか、三代目春熊、小林和彦、それから俺の相棒みたいな人なんですけど、あのキス三宅、ラブラズとか出てやります。俺もバンドで出ます、もしよかったら明日も来ちゃってください。よろしく。今転換するからその間ちょっと待って。どうも、ありがとうございました。